モンスターハンターワールド2018年カープコーン。さあ安村会第2弾、ひらりさんと行くキリンの会ですね、はい、そうですね、僕もちょっとキリンは今回初見なんでいや2人で装備いや装備ね、装備全然、はい、あのないんすよ私。あーそうですね、今回キリンが雷属性なので。でしょ、はい。あ待って、キリンの杭消えたよ。なんであれ、ログインし直したら消えてしまいました。あら、なんででしょうね待って待って、多分もうキリンってそんな、もう一回この人に話さないといけないんだと思う。あら、ちょっと待ってよ。はい、あ来た来た、さあさあ出たよ。あ落ちろきひずめの調べ来ました。おちょっと待ってね、なんかもう一個びっくりマーク出てんな。あそうか、セーブせずに切ったから話した会話が消えてるだけだ。あーなるほど、そういうことか。よし受けます。ほい、これ受けてパスワード設定したらいいか。貼り付けてパスワード設定は、いやなしで言ってもらえれば、今の集会自体があのプライベートなので、あそっか、急難信号出さない限りは外からは入ってこれない状態です。誰も参加できないですね。そうです。よし行くぜ。受けたよ。では私もすぐ。いや初キリンすわ。いやっていうかお互い初キリンよ ね、そうですよ絶対死ぬやろこれこう、キリンですからね、キリン割とあの倒れやすいんで、あの飛竜とかと違って。あそうなん、そうなんですよ。ただすごい動き回るっていう。あなるほどね、飛びかがち的な感じ。あそんな感じで思っていただければ。おおなるほどね、苦手なんすよね飛びかがちとか。あと何やったっけさっき確かにさっき捕獲しに行ったやつ名前何やったかな、なんちゃらガロン、なんちゃらガロン、正気の谷に似てる赤いやつ。ああ、オドガロンかな。オドガロン、そう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 、あれめっちゃ難しかった。なんかね、ああいう動き回る敵キャラは本当にやめてほしいです。難しいよね、当たんないんですよね。お、はあ、当たんないです。いきますか。はい、ひと狩り行こうぜ。ひと狩り行こうぜ。これあの言ってから始めるの定番になるんですかねこれ。またみんなで打ち合わせをしないとまたおのおの自分のタイミングで言っちゃうすごいマイペースなスタートになっちゃうんですよ。わすっごい装備してる、めっちゃかっこいいのしてんじゃないですか。これがゾラ・マグダナオスの、合ってるかな名前。マジでマグダラオスの装備持ってんすか。装備で揃えたんですよ。すげえな。なんかお供の余ったやつでお供のやつに作ったんですけど、なかなか可愛いっていう。お供どこ、お供、お供どこ。あおったおった、おおおお、うちのてんちゃんが。ほんまや、てんちゃんや名前。ピエロみたいな、うちのワンちゃんと同じ名前です。いやこれ可愛いか、顔見えてへんし。可愛くないですか顔見えてねえやんこれ。暗闇で光ってくれるんでいいっすねマグダロスセット。マグダロスセット。さあキリン探そう。そうですね、僕そしたら左回りで。ういっす、あれらしいですよ、会長が全然最近いてないなと思ったらネットが繋がってないそうですよ。あ、そうなんですか。新しい家で、なんか新しい家がすごい
ネットの切り替えに面倒事が多いと聞いております。なんかトラブってるっぽいっすね。ですね。ネットがないからまだアップもできへんって言って、もうハモさんができへんって言ってへこんでましたよこの間。本当ですよ。そう、会長がねダウンロード版買って初日から繋がるかなとかって言ってたのに、まさかの参加がなかったんで。そうそうよ、まだ1回も顔出してないもんね。あ、1回だけやりませんでしたっけ。あれじゃない、あのベータじゃない。あ、ベータ版か。そうベータなんですよ。本ちゃん始まってから1回も顔出してないんだよ。あー、なるほど。会長がいないとね。オフラインで進めてるんですかね。いや、どうなんやろ、それどころじゃないって感じなんかな。どうなんでしょうね。あーよっ、いてねえな、痕跡もないけど。いてないです。上の方ですかねかな。あれ、あ、いた。お、どっちどっち。ですね、8番ってどこだ。8番、おお、そんなところに。オッケー、行きまーす。えい。さあ、どんな姿でしょうか。キリンです。首は長くないですよ。そのキリンじゃないのは知ってるよ。ああジラフのキリンじゃないでしょ。あ、痛い。あれかな、初代の頃と一緒なんかな。いや、かなり神々しくなってます。神々しく、セイントセイヤ的な。ですね。適当、今のめっちゃ適当やわ。よし、このマップっすね。いけるかな。どこっすか。あ、おっと、真っ白。何これ、可愛くね。なかなか怖い。いきなり雷落とされたけど、またしびれ状態になるとスタンの状態にすぐなるので気をつけてください。了解っす。なんで私今武器研いだんかな。はいはい。言ってるそばからなってしまった。やばい、怖い。普通に怖い。お、待ってくれ、これ赤どこだ。赤はどこだ。赤は多分大体顔あたりよ。あれ、顔当てたら今黄色だった。あ、溜まった。オッケー、行くぜー。前方面にしか雷が当たんのかな。ぽいね。ぽいですね。まずいって、一撃きつ。嘘。嘘。あらやんさん。強。マジで。めっちゃ強いんすけど。体力がゼロになると近くのキャンプに。これはやばい。クエストの失敗条件なので注意してください。受付嬢に怒られてる。すいません。いえいえ。これはやべえな。強すぎるっしょ。いや、完全にこの私の装備で来る状態じゃなかった気がするな。あ、おった。さーて、行くぞ。一撃食らったら終わってしまう感じやね、これ。本当に結構痛いんですよね。あ、微妙に届かない。怖い。これはあかんでしょ、これは。あ、痛い。赤がないな。赤ほんまにどこだ。顔っぽいんですけどね。ここのあたりが顔ですね、やっぱり。あ、これか、オッケー。よし。怖いわ、近寄るの怖いわ。何かを破壊したか。
攻撃パターンが全然わかんない。あー、長さ言えしてる。あぶねえ。えいたい。強い。あー、スタン状態が。一撃強えわ。一発で回復薬ぐれたわ。どこ行った？やばい、研ぎたい、研ぎたいけど。よし、早い。よし。危ねえ、危ねえ。すごい、なんか、どこ行った、どこ行った？怒ったら、怒ったら、たてがみが。やばい、なんか感電してるぞ。あ、カッパ。早いな。あ、逃げた。わあ、これは強いわ。キリン舐めてた。強え。よっしゃ、おった。よし、来い。乗せる、こいつ。あ、いた。おっせえ。落としながら走っていくの。危なすぎるっしょ。おら、ヒーローはどこ？すごい硬い。怖え。あ、怖い。マジで何これ、攻撃めっちゃ速いやん。はい、やば。おお、ヒーローはどこ？黄色。前足の辺かな。攻撃範囲が全然わからない。パターンが読めないっすね、これ。全然もう。ちゃ動くし。あ、いたー。あ、マジでこれだけで死にそうなんすけど。あい。すげー。あれどこ行った？あ、スタン状態になっちゃった。やばいやばい。やばいやばい。なんとか助けに行きたいけど。助けに行ったら真相どこだ、どこ行った、ヒラリさんどこだ、あれ、あ、いた、僕下に落ちました。あ、なるほど。よし、溜まった。行きたいけどこれ行って大丈夫なのか。あれあれなあ、よっしゃ、またか。あれあれ、上行ったり下行ったりしてる。からもしかしたら止まったパターンか、これ。やべえやべえやべえ、こっち来んな。いた。よし、あお、いけ。オーケー、乗った乗ったぞ。お願いします。乗ってるだけでは感電しないのかな、大丈夫かな。それで感電をしたら多分ほぼ最強です。これで感電させられたらめっちゃ怖いんすけど。もしかして毒入らないか。オッケーダウン。この角を壊したい。お、逃げるか。え、あんな壁登っていけんの。あんな登り方すんの。すげえ。信じられへん動きしたな今。あの蹄の裏すごい気になるんですよ。吸盤みたいなのついてるよ、あれは。きっと。それすごくシュールすぎません？いやー、これね、私の装備やばいわ。死ぬわ。もしかしたら、あの、属性耐性がマイナスとかじゃないですか。いや、プラス3でした。あら。じゃあ、
単純に防御力不足。鎧玉とかでも防御力の、あー痛い、強化はしてないんですよね一回も。あ単純に防御力不足っすね。やばい、あ、どっか行くぞ。違うのか。よいしょ、よいしょ。この無造作に雷打ってくるのやめてほしいな。どこに来るか全然分からへんこの雷。あーまずい、しびれた。やべえ、これはやばい。完全に一人狙われる。まずい、やばい。無造作に撃ってくる、やめて。危ねえ、当たるとこやった。いけ、よし。よし。ちょっとずつ切ってるよ。あ、やべ、虫なくなった。これは強いな。どれが攻撃モーションなのか全然わかんねえな。ほぼノーモーションでやってきますかね。この雷へのモーションが全然ないのがほんまに怖いね。怖いですよね。あ、クソ、外した。どこだ、おった。全然当てらんねえ。あれ、移動しました。いや、同じマップにいてるよ。あれ、あ、いい、やってもうた。やばい、死ぬ死ぬ。よし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 。これはこんなんとかどう。あ、スリンガー効かねえ、閃光弾。よし、行くぜ。何の動き、何の動き。オッケー、あれ、マントがちっちゃい。ダウン。ちょっと弓矢を持ってきたんですけど、まったくダメージが入らない。あー、つえー、これ。あ、つえーなー。もうワンチャンいっちゃいます。もうワンチャンいきましょうか。これって狩りに出てる状態から装備って強化できんの？できないですね。できない。キャンプじゃできない。できないです。武器は変えれても強化は確かできないです、ね。なるほどね。これちょっと強化してきた方がいいな。これ私のやつ。ですね。防御力を上げるか。ちょっと待てよ。これキャンプ入って、で、あ、そうか、装備変更だけか。そうなんですよ。ちょっと待ってて、一回鎧玉で強化してこよう。はい。ちょっと探索してて。はい。これね、あの
2発食らったら死ぬっていうのは無理だわ。さすがに、さすがにちょっと勝負にならねえわ。雷耐性がついてる。あーでもそうか、そうすると他のスキルも消えちゃうんだよね。雷の属性がついてる装備だけを強化してきたらいいのかな。っていうわけでもないのか。そうですね、バラバラにつけて雷耐性をちょっと上げたらいけるもんかね。いけると思いますよ。で確かキリンの弱点が炎属性なので、炎武器も炎系があれば。毒しか持ってないっすね。おっと炎そんなんできるかな。あーこれか、ちょっと炎属性は持ってないのでお作りに戻ります。あーこれ作れるかな。あ作れなくはないよ、私そんな強くないけど。作って持っていこうか。一回ちょっと挑戦してみますか。炎に弱いですね。じゃあ私ボーン、炎総中魂のボーンを作って、いやー強かったな。あれどうすんかな。もうアラヤンさんは総中魂でずっとやるんですか。いやとりあえずはね、一旦総中魂が今面白くてですね、 他の武器全く使ってねえからね。もう僕は完全浮気症なので。いや太刀も使いたい、太刀も使いたいんやけどね。ああ太刀は太刀で面白そうなんだけど、よしこれで でこいつを強化して、あーでも切断じゃなくなっちゃうのか。まあいいか。でもう一個こっちに行って、よしでこれか。バンアゴリュウってなんだ。あアンジャナフか、なるほど。よしできた、炎武器出ましたか。初めての炎武器できました。あとは僕も使ってたブルームブレードも強化できるな。次だから強化しとくか。あれできねえよしじゃあとりあえずこの炎を使って、よしあとは防具を強化するんですね。そうですね。どうしようかな。アガチメールはとりあえず強化しよう。何これ。あ、なるほど。この鎧玉を使った数で防具経験値みたいなのが上がっていくんですね。そうです。どれぐらい上げようかな。
まあ、2、3回ぐらいずつでいいと思いますけどね。あれレベル5まで上げちゃった結構上げちゃったな。あとはカガチアームもついてんだよね、まあ、でも耐性は特に増えることなく防御力が上がるのか。じゃあこれもこれじゃ3回ぐらい上げるか。よし、よし上げてやったぜ。いけましたか。いくか。ちょっと待ってね、クエ受けるわね。はい、強かったな。よし受けたよ。はい、ありがとうございます。次こそは。もうちょっとタッチで迎えるとかな。タチも作りてえな。ちょっと待ってね。はい、回復薬グレート持ってかないともうほとんどないんだわ。めっちゃ使ったよやばかった。はい、よし、私の装備あった。オッケー、よいしょ。では私もいつでもどうぞ。感染はい、OK です。よし、あれ準備中になってるよ。あ、今出発待機中です。あ、了解です、了解です。はい、OK です。はい、よし、行くぜ。行きましょう。